すいません、NHK の伊藤です。今日が、平成で最後 の定例会見になると思うんですけれども、改めてになるんですが、この平成の30年間の広島先生を振り返って、どういう時代だったかっていうところと、もう来月から始まる令和に向けて、平成は災害も多かったりとか、いろいろなこともあった中で、どういうふうに県政を引っ張っていかれたいかというところをちょっとお聞かせください。令和になったからといって突然変わるわけではないんですけどね、突然変わるわけじゃないんですけど、皆さんこれは、平成最後とか令和最初とか、とてもご関心があると思うので、お答えをするとですね、平成時代っていうものを見ると、過去のことですから、とりあえずその、今日までのこの平成の時代というのを、その総括をしていくと、社会経済の不安定性というのが非常に増してきたと思いますし、不確実性というのも昔から不確実性の時代と言われながら、それが本当の意味で、進んできた、極めて高まったというような状況かなと、思います。一方で、この新しい技術であるとかビジネスモデルというのが発展をしていてですね、人々の暮らしというのもやはり大きく改善されたということもあったのかなというふうに思います。それから社会的な課題というのも非常に関心が高くなっていますね、地球環境の問題であるとか、あるいは過疎化の問題であるとか、あるいはジェンダーのような問題というものも関心が高まっていって、社会にしても価値観にしても多様化をして、またそれぞれを尊重していかなければいけないよねというですね、認識が広まっていった時代ではないかなというふうに思っています。で、私が最初に就任したのは平成20年代の初めですけれども、リーマンショックがあって、で、景気が後退をして、産業活力も低下をしていくというような状況の中で、県政全体にも停滞感であるとか閉塞感というものが あったのかなというふうに思いますし、少子化であるとか人口減少といったような非常に大きなインパクトのある社会構造の変化に対しても、必ずしもですね、認識が高かったという状況ではないし、当然その認識のもとで対応も十分とは言い難いような状況だったのかなというふうに思います。それから10年経って今言ったような申し上げたような対応を進め、で途中国の方もこの消滅自治体っていうような形で、インパクトある打ち出しがあってですね、で、そういう中で、例えば県内で言えば合計特殊出生率であるとか、あるいは県内総生産の伸び率っていうのは全国平均も上回って推移をしたり、あるいは観光ですね、これは非常に大きく伸びて、観光客の観光消費額も6年連続で過去最高を更新するとか、あるいはその今は大統領も広島訪問していただきましたけども、この国際平和拠点としてのこの広島のプレゼンスというのもだんだん上がっていったのかなということもありますし、学びの変革ですね、教育、これは H 学園の開校なども含めて進展していったということで、その当初のですね、この社会的な停滞感だとか継続感というところは大きく改善されたのではないかなというふうに思っています。これから将来を見るとですね、引き続き人口減少の問題とかっていうのが大きくのしかかっているんですけども、第4次産業革命といったような技術の本当に急速な変化による、この影響であるとか、あるいは災害が非常に大規模なものが頻発をするというようなこの新しい課題というのも生まれてきているのかなというふうに思っていますので、今後ですね、今のようなことも含めて、あらゆることの変化がさらに加速化をしていくだろうなというふうに思いますし、それに伴ってこの不確実さだとか不透明さとかっていうものもますます増していくんじゃないかなというふうに
思うので、このこれからですね、やはりこうなんていうか硬直的ではなくて、やっぱり、まあ、スピード感っていうのは非常に大事だと思いますし、こうなんていうんですかね、イノベーティブに対応していくこともある必要だと思いますし、フレキシブルに物事を考えていくということも必要だというふうに思います。まあそういうことを通じて、この、まあ、なかなか不安っていうものが結構強かった平成からですね、このそういう中でも何て言いますか、前向きに、進んでいけるような、で世界的に見ればまあ、グローバル化も進んで世界も大きく変わっていくけれども、まあ、やはり平和が維持されて、で、我が国の経済であるとか社会であるとか、あるいは文化っていうのも、まあ、その発展をしていくといったような政策ができたらなと思ってます。はい、一応時間過ぎたんですけど、じゃあすみません、最後にしたいと思います。すみません、共同通信の新富です、はい、平成の代替わりについて、展示館にお伺いしたいんですけれども、代替わり、はい、天皇皇后両陛下とその広島の関わりを考えたときに、はい、坂城の被災地の訪問というのが挙げられるかと思うんですけれども、はい、千谷さんのそばでご覧になっていて、両陛下の訪問がその被災地ですとか、被災者に対してどういうその影響を与えたかということについて改めて、お伺いしてよろしいでしょうか。被災地訪問をさまざまな方にしていただいて、また励ましていただいて、いろんな活動もして、いただいて、それぞれに非常に大きなインパクトがあったと思いますけれども、天皇皇后両陛下っていうのは、その中でもやはり特にインパクトが強いものだなっていうのが、もう実際にそばで拝見していて感じることですね。これはその住民の皆さんのこの反応というか、被災者の皆さんも含めて、まあ、本当にこう元気づけられるっていうですね、そういう印象を受けました。何て言うんでしょうか、口で「いやすごく良かった」って言うだけじゃなくて、こう見てて、このもう表情が変わるっていう、そういうこの何て言いますか、本当に見えない力ですよね。そういうお力があるなっていうふうに、強く実感をしました。でそれはひとえに日頃からの両陛下のですね、この物事に対する姿勢であるとか、国民への接し方っていうものがベースにあって、で実際に来られた時もですね、まあ、私も本当に驚きましたけども、さて20の時にですね、いらっしゃったのも秋も深まる時で、もう非常に寒い時だったんですけど、ずっと窓を開けて手振っておられるんですよね、人がいる限り。もうそういうのを拝見しても、本当に真摯な態度で物事に臨まれるっていうところがあって、それがまあ皆さんにも伝わる、そういう気持ちを生んでるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございました。はい、時間が過ぎておりますので、これで会見を終わります。次回開催時は未定ですので、列をすらってします。どうもありがとうございました。はい。